レスコンフレンス。ただいま紹介のありました矢野でございます。今回の CTEC ジャパンでは開催テーマをスマートイノベーション、未来を作る最先端技術としておりまして、さらに推進スローガンとして IT エレクトロニック産業の提案する安心安全でスマートな社会を掲げ、展示やコンファレンスにおいて数多くの提案が活発になされております。 CTEC ジャパンの展示領域はデジタル技術を支える電子部品、デバイス、デジタル製品やそれらをつなぐ高度なネットワーク技術、さらに多彩なソフト、コンテンツ、サービスなど川上から川下に至る幅広い分野を包含しており、世界でも類を見ない総合展示会となっております。特に地域全体の電力の有効利用や再生エネルギーの活用により、環境への配慮と快適な暮らしの両立を目指す特別展示、スマートコミュニティイノベーション2011を開催いたします。 IT エレクトロニック産業は世界をリードする省エネ、総エネ、蓄エネ技術や安心安全な社会システムを支える IT 技術などにより、我が国が直面する危機を乗り越え、環境と経済成長の両立と地球環境問題や少子高齢化問題など、世界が抱えるさまざまな課題の解決に向けて貢献していくことができるものと自負しております。最先端の IT エレクトロニクス総合展 CTEC ジャパンは2000年に第1回を開催して以来、常に最新情報を発信する展示会として国内外から多数の参加者と注目と高い評価をいただいておりました。我が国は未曾有の震災に見舞われましたが、復旧に向けたものづくりの現場力は我々の想像をはるかに超えて素晴らしく、その活動の成果は著しいものがございました。本年は被災地からも岩手県、宮城県、福島県はじめといたしまして7県が出展しております。また東京モーターショーとの連携を図り、我が国を代表する2つの業界が共に日本のものづくりのたくましさを発信していくことといたしました。自動車をはじめとして医療などさまざまな分野が参加しており、IT エレクトロニクス技術があらゆる産業分野のイノベーションを生み出す中核として重要な位置づけにあることや、豊かな暮らしの実現に不可欠なものであることが実感できる展示会になっております。最後になりましたが、本日お集まりいただきました報道関係の皆様におかれましては、 IT エレクトロニクス業界が一丸となって開催いたしますCTEC ジャパンにおいて、広く深く効率的に最新情報に接していただき、多方面へのより多くの情報を発信していただきますようご協力をお願いして、私の挨拶とさせていただきます。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。